皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、8月のお気に入りを紹介していきたいと思います。今月は韓国コスメが多いかなと思います。スタイルコリアンで頼んだものですごくお気に入りになったものがあるので、そちらを紹介していきたいと思います。まずはこれです。シークレットキーのスイートグラムティントグローのベビーピンクなんですけど、これはですね、リップ自体の見た目はすごく淡いピンクなんですけど、塗ると今塗ってるんですけど、こんな感じで色が変わってくれます。自分に合った色に勝手に変わってくれるので、すごくこれお気に入りです。で、このキャップのところがね、こうカチッて閉まるので、クレヨンリップとかだと、ポーチの中で蓋が飛んでっちゃうっていうか、蓋が取れてる時がたまにあるじゃないですか。あれがなくってとっても安心です。次はこちらです。スリーコンセプトアイズのクリーミーウォータープルーフアイライナーのカフェインっていう色になります。わかるかな、ちょっとねブラウンみがかったブラックなんですけど、これはインライン引くのに引いて、ウォータープルーフって言ってるだけあって、全然にじんでくることがなかったです。前はメイベリンのエバーシャープライナーを使ってたんですけど、エバーシャープライナーだとインラインだけ引いてるのに、どんどん汗とかかいてくると、こっちにこうなんだろう、テローンって垂れてきちゃってにじんできちゃうんですよ。でここにちょっと黒いのが溜まっちゃうみたいな感じだったんですけど、これ全然なくって、でインラインだけじゃなくて、ちょっと太めのライン描きたい時にちょっと足すんですけど、それをしても全然よれなかったので、とってもこれはおすすめです。次はこちら、ミシャとミニョンズがコラボしたアイシャドウパレットの1番の方ですね。これは中がねこんな感じでブラウンのカラーが揃ってる感じなんですけど、とっても使いやすい色で、でここにね割と大きめの鏡があるので、しかもこれ可愛いのにコンパクトなんですよ。とってもちっちゃくて持ち運びに便利なので、これとあともう欲しいものを、メイクポーチで持ち歩いてました。ここに鏡、この鏡を使ってメイク直しするみたいな感じで使ってました。こちらの3点なんですけど、スタイルコリアンで私は頼んだんですけど、9点を見てみたら9点にもありました。だけど9点で頼むとちょっと割高っていうか、私このリップはね250円とかそんぐらいでゲットできたような思い出があるんですけど、そのぐらいじゃなかったです。全然1200円ぐらいで売ってたような気がします。結構たくさん頼むときはスタイルコリアンを使って、もうこのパレットだけ欲しいとかいうときは9点とか使ってたらいいんじゃないかなと思います。次なんですけど、私最近眉毛に、紫っぽいピンクかな、青みピンクっていうのかな、を入れるのにちょっとハマって、このパレットを使ってたんですけど、先輩からこのパレットはもらったもので、 Amazon とかで売ってるらしいです。でこっちのパレットのね、なんかなここら辺のピンクっぽい紫っぽい感じの色を、眉毛に入れるのにハマってました。で最後はこちらです。ロレッタのふわふわシューっていうヘアスプレーなんですけど、私髪の毛を最近また縮毛矯正かけたんですよ。最近って言ってもまあ 1,2 週間前なんですけど、後ろをかけてなかったので、後ろをかけるついでに前も一瞬かけたんですけど、まあ短いので縮毛矯正かける期間間が短くなっちゃうんですけど、まあかけてきました。で縮毛矯正かけると髪の毛がペターンってなるじゃないですか。今お風呂上がりだからそこまでではないんですけど、髪の毛がペターンってなってると、なんかやっぱり顔もね私でかいし、もう知ってるからね顔でかいのめっちゃ顔でかいってコメントするけど、顔でかいの知ってるから。で顔でかいし、頭も形もおかしいしって感じなので、髪の毛をねちょっとねこうクシュクシュってしたいんですよ。したくてこれを買った感じです。で普通にキープ力もめちゃくちゃ良くって、いい感じなんですけど、1個だけロレッタにしては匂いがそこまでいい匂いじゃないなと思いました。はい、こんな感じで8月の購入品は以上になります。気になるものがあったら探してみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。